どうもみなさんこんばんは、くみろです。さあ、原神11月になりまして、新しい武器が来ましたね。このスターライト交換のところで、黒岩シリーズ、黒岩かな黒岩かなわかんないけど、黒岩シリーズが来ました。で、これについて、これも武器は交換すべきなのか、強化するべきなのか、果たしてどれぐらいの性能なのかとか、他の武器といろいろ比較してどうなのかっていうところを、機材上参考にして考えていこうかなという動画になっております。この武器交換するか迷ってる人はぜひ参考にしてみてください。ちなみに以前までは、吸気族シリーズっていうのがあったんだけど、まあそれは攻撃するほどするほど、回心率、攻撃するほどするほどちょっとおかしいね。攻撃すればするほど回心率が上昇していくっていうね、まあそういった結構強い武器だったんだけども、今回のこのクリアラシリーズっていうのは敵を倒した後に攻撃力が上昇するよっていう、敵を倒せば30秒間っていう長い時間攻撃力がもらえると。でしかもそれが3回かけれるんで、この状態だと 12×3 までいくんですね。まあ 36% 上昇すると。でさらに美味しいところは基礎攻撃力プラスオプションに回心ダメージがついてます。これ全部の武器回心ダメージですね。はい。で、ちなみに槍っていうのは、まあ、以前、吸気族シリーズの時になぜかあったんですね。多分、槍は吸気族シリーズがないのかなっていう感じだと思うんですけど、こんな感じになっております。で、片手剣と弓は手数が多いのか、まあ、回心ダメージがちょっと控えめになってて、攻撃力が上昇されるよと。で、ちなみにこの武器、皆さんもう交換しましたか？私はですね、前回の吸気族シリーズがあるところで、まあ、この武器はやっぱひときわ輝いてたので、先に交換しておいたんですよね。で、その結果今、精霊ランクが、マックスの5になっております。はい、今回もすでに2本交換追加で交換しまして、マックスの性能を拝んでおります。でそのマックスの性能が本来であれば 12% だったんだけども、その倍の 24% めっちゃ強くない？ 24% 48% 72% 敵を1体2体3体倒す間にそれだけ攻撃力が上がってくると。多分これ槍交換してる仕切ってる人俺しかいないじゃないかな。なぜかって現在槍キャラクターシャンリンしかいませんね。このキャラしかいないんですよね。で、新しく来るキャラクターで、まあ、ショーがいつか来るでしょう。ショーと勝利。で、次回は勝利が11月11日に来るということで、まあ、それも踏まえて先にね、交換しておきました。まあ、正直、勝利のピックアップとともに武器ガチャが来て、槍の強い武器が来るんじゃねえかなっていう予測はしてるんですけども、まあ、正直武器ガチャって厳しいんでね、はい。そういう感じで今回の動画を作りました。で、さっきはね、計算してたんでね、頭が痛くてしょうがない。で、まず前提知識として、さっき武器の性能見せたんだけども、効果の発動条件が意外とシビアでした。これね、動画を撮ったんだけども、敵を倒した時って書いてあるじゃん。で、それは誰が倒してもいいのかっていうところに繋がってくると思うんだけど、この発動条件に関しては、自分の攻撃や元素スキル、自分ので倒さないと発動しません。例えば、シャンリンがまあ場にいて、ナナの氷の浮遊玉があるじゃん。それで例えば敵が死んでしまったら、効果は発動しないんですね。これはね、結構シビアだね。場にいる時に誰かが倒したらいいっていうわけじゃなくて、場にいる自分が倒さなきゃいけないっていう。なので、おそらくマルチで味方が倒した敵はカウントされないと思うんですよね。ここに関してはまだシャンリンちゃんがレベル60で、今世界ランク5なんですよ。なので、ちょっとマルチ入るの迷惑かかっちゃうんで検証できてません。ただし、効果が発動すれば、キャラを入れ替えても、戻しても、攻撃力が上昇したまま、まあ、30秒間同じキャラにずっと付与されてるってことですね。他のキャラには乗らないんだけども、自分には30秒間、いくらキャラをこうコロコロ変えて、こういう風にね、幻想爆発とか幻想チャージとかいろいろやって、まあ幻想反応を組み合わせるっていう場面では問題ないかなという感じです。で、今回槍で比較していくんですけども、最後に片手剣でも比較しておきます。黒岩と吸気族シリーズ、どっちも数字を出して比較しますね。あと、この動画の注意事項としては、あくまでも参考値ということでよろしくお願いします。実際にやっぱり状況とかそれぞれ効果のね、武器の効果の発動条件が変わってくるんで、あくまでも参考程度によろしくお願いします。それでは、今回比較する武器、これをちらになっております。まず1本目、黒岩の槍。2本目、死闘の槍。3本目、流月の針。ということでですね、スターライト交換のやつと、乗り行き武器と、実際に無課金で作れる、火事製造武器ですね。これらを同じ条件で基本的にやります。武器のレベルは70を想定して、突破前の状態の攻撃力、性能。で、さらに精霊ランクはランク1を想定してます。で、計算するステータス方式なんですけども、キャラクターはシャンリンで一応やったんだけど、まあそこは特に関係ないかな。うん。で、一応数字だけ出していきますね。で、回収率はある程度盛られてる状態を想定しております。まあ30ぐらいが無難かなということで30で想定しました。で、吸気族シリーズっていうのは、殴れば殴るほど回収率が上がってくんで、まあ上限の80に到達しちゃうと、ちょっと性能が弱まってくるんで、30ぐらいがちょうどいいかなってことで30ですね。で、つける生物の性能なんですけども、もう本当にこれも仮を想定しております。基本的には攻撃力が上がるものをつける想定をしてますね。まず、羽。星5のプラス20。
攻撃力311、時計は攻撃力が上がるもので 34.7% のものを想定します。で、杯、ちょっとこれも空想なんだけども、星5のプラス12の攻撃力プラス 30.8 を想定します。これも想定ですね、本当に。で、冠、会心ダメージ 46.4%、 これ会心ダメージにしました。まあ、これらをガッと当てはめて計算していきました。はい、ではテロップで出しますね。こんな感じですパンと。はい、ということでですね、まあ、数字だらけ並んでるかと思うんですけども、それぞれ話していきたいと思います。まず黒岩の槍から始めました。で、基本的には敵を1体倒して武器のそのスキルアビリティが発動している状態を想定して話していきます。で、通常攻撃の期待値的なやつをこうそれぞれ出して、全部合わせてさらに割って平均期待値っていうところまで出しました。めちゃめちゃ大変だよこれ。まあ、ある程度わかるよね、その強いのかどうかっていうのが。まず黒岩の槍に関して 12% 上昇された場合は2770、そしてどんどん上がっていって2985、3201と。で、それらを全部合わせて割ると2985と、まあ中間があるんで、まあ中間になるんですよね、結局。2985の平均期待値が出ますと。で、0% 敵を一体も倒せてない場合は2554。で、この場合も含めてしまうと平均値が2877という数字になりますね。で、仮に精霊ランク5の場合は 72% まで上昇するので、通常攻撃の期待値が3848。これはバカ強い。あー、言ってなかったけど、シャンリンのレベルは60を想定します。まあ、さすがに精霊ランク5は強いですよ。で、次、死闘の槍。これはまあ、現状1つしかできないんですけど、これ、戦う時に必ず上昇する効果なんだよね。敵が2体以上いれば 16%。で、1体の場合は 24% っていう。まあ、そういうめちゃめちゃ強い性能の武器です。で、敵が2体以上いる場合の 16% は3072。もう、この段階で、黒岩の槍を抜いております。敵を1対2で倒す状態の黒岩の槍を抜いております。で、これっていうのは武器のそのサブオプションは回心率っていうのも大きいかもしれないですね。で、 24% 上昇した場合は3229という。で、平均を出すと3151。で、これは 0% の時は存在しないので平均値がもう3151ということで、この段階では黒岩の槍より死闘の槍の方が圧倒的に強いと。まあ、ただお互いランク1の場合ですね、精霊ランクランク1の場合。そしてもう一本いきます。流月の針。こちらの武器は幻想棒を回収した後5秒以内は通常攻撃や銃撃にプラス 20% の追加ダメージが入ってくると。で、この武器は武器のサブオプションに物理ダメージバフがついております。これも結構優秀なんですよね。まあ、今回は通常攻撃で一律させていただきますんで、若干強くなってるかもしれません。数字はこんな感じでしたね。3263と。で、さらに通常時幻想部回収してなくて攻撃力の上昇がない状態、それでも2920という数字で、平均値が3091ということで、槍精霊ランク1の場合で揃えた場合はちょっと残念な結果になりましたね。この状態だと数字的に見てしまうとおすすめはできないという感じになっております。まあ、一番弱いという結果になりました。ただですね、敵を倒し続ければ死闘の槍に迫る性能になっております。で、プラス死闘の槍はさっきも言ったんですけども、強いよね。強いんだけども乗り行き武器なんで安易に公開できないと。で、さらに突もできません。現状突もできません。まあ、その点まで考慮すると黒岩の槍を交換する価値は十分にあるのかなと。ただ個人的には1突なんだったら交換しなくていいかなと。4凸とか5凸とかいけるんだったら、まあ、凸ってちょっと、あ、紛らわしいな。精霊ランク。そこまでいけるんだったら、交換する価値はあるのかなって感じですね。はい。では、お次なんですけど、旧貴族シリーズと比較します。これはもう禁断の比較ですよ。旧貴族シリーズっていうのは、9月、10月ってあった武器で、まあ、今の予想だと、2ヶ月ごとに変わってくるのかなって思ってるんだよね、自分は。なので、もう一回来るとは思うんで、一応比較しますね。条件はさっきと同じにします。片手剣で計算するんだけども、一応、シャンリンで、計算します。まあ、その辺も気にしないでください。では行きます。黒岩の片手剣旧貴族、こんな感じになっております。まず黒岩の片手剣が 12%、 24%、 36% の状態で2826、 3046、 3266、 そして平均値が3046と。そして精霊ランク5の場合は3927という、まあこれも強いですね、やっぱりね。そして旧貴族の片手剣、これですね、回心率、38% から計算します。今まで計算したのは全部 30% ね。回心が1個乗ってる状態から計算していきますね。で、そっからどんどん 8% ずつ上昇するっていう感じ。はい。2828、2987、3147、3307、3466。平均が3147と。はい。ということでですね、なんと、セールランク1の場合は、旧貴族シルドが上だぞ。いう結果になりました。いや、これもちょっと正直悲しいですね。もう突、
セールランク5までした俺からするとちょっと悲しい結果になりました。で、この動画を見て、あ、黒岩シリーズじゃあんま強くねえなと、弱えじゃんって思った方、そういうわけじゃないんですよね。例えば吸気族シリーズっていうのは回心率が殴れば殴るほどどん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 上がっていって、回心が出た段階で一回リセットされるということですね。回心が80より上になることはまずないんですよ。回心率の上限が80で、生物で例えば50とか、まあ、60、70もし漏れた場合ね、吸気族シリーズの武器のスキルが死にスキルみたいになってくるんですよね。そうなる場合はちょっと微妙じゃないですか。なので個人的には吸気族シリーズっていうのは1個持っといて損はない武器で、黒岩シリーズっていうのはもうフルで交換して、生物もいいものが揃って突き詰めれば突き詰めるほど強い武器になってくるっていうシリーズですね。今回の動画で、ね、俺はそういう認識になりました。なのであんまり課金しない人に関しては吸気族シリーズを1個持っとくだけの方がいいのかもしれません。結構課金して、まあ、キャラは持ってないけど武器はちょっと貧弱だなと思う方は黒岩シリーズおすすめかもしれません。まあ、ただ整理ランク 5にするには結構大変なのでちょっと考えもんですね、うん、で今現状来てるキャラクターベネットとリサがいいんだけども、交換するならこっちかなと。このベネットは俺もう交換します。はい、これも交換します。今交換しました。ベネット持ってる人に関しては一突とか絶対にいいので、このね、一度の能力がすごいの。素晴らしい旅の攻撃力アップ効果は HP による制限がなくなり、さらに基礎攻撃力プラス 20% されると。まあ、このはおまけなんだけども、まあ、ベネットっていうのはバフエリアを作るキャラクターなんですね。で、本来それ HP のなんか上限みたいなのがあったんですよ。その上限がなくなるっていう、めっちゃ強いと思うんですよね、これは。まあ、まだ運用はできないんであれなんだけども、数字とか文字だけ見ると強い。という感じになりました。はい、この動画が少しでも参考になったら嬉しいです。個人的にはですね、もうちょっと強く、買ったら嬉しかったなと。で、まあ、マルチであんまり使えない。そうだな。今現状、シャンリンちゃんしかいないんで、敵を倒すっていうより、バッファーとして使ってるんでね。これが勝利が来て、敵をガンガン倒せるキャラクターだった場合は、結構バゲるんじゃないかなと思っております。まあ、もちろん星5の槍の方がもっちょ強いけど、結構最初の方っていうのは、星3武器でも、星4武器でも、星5武器でも、わりかし、どっこいどっこいのその性能までいけるものがあるんじゃないかと。星3でも強い武器あったんでね。っていう風に言われてたんだけども、結局強化すれば強化するほど差が開いていくんですよ。例えばこの天空の巻、今レベル75なんだけども、基礎攻撃力563もあります。で、ルルー学章、これね、星4の武器でレベル70まで上げたんだけども、基礎攻撃力が388。まあ、過信ダメージが乗ってるけどね、300はこんな違うんだよ。この違いは結構やばいよね。星5の武器はもうデフォルトの性能がすごく高いということですね。まあ、こっちもあるね。狼の末路。基礎攻撃力が457。で、こっち388、427と。ね。こんな違うのさ。まあ、吸気族シリーズはでも意外といい感じやな。うん、意外といい感じですね。いや、吸気族貴族シリーズの方が強いんかな。黒岩より。ショックだわ、普通に。これちょっとやらんけりゃよかった、この動画。まあ、こうなる前に、皆さん。こうなる前にこの動画を見てください。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったら他の動画を見ていってください。それではまた次回もお会いしましょう。またね。